自分の発表を始めさせていただきます、えっと、前回の発表に続いて今回もそのライセンスを気になる方向けにこういうライセンスの問題を解決する契約書の事前学習について発表します。で、えっと、ライセンスの問題についての目標というのはその集められたイメージネットみたいにライセンスが厳しくついている画像ではなくて えっと自,由に自由自在にライセンスの問題を全く考えなくてよい、機械的にまたは自動的に生成された画像のみで、強力なまあ性能が良い、汎用的な画像認識モデルを学習したいです。モチベーションは2つ挙げられます。社会実装の面では、いわゆるプレイトレインドモデルかファンデーションモデルを利用したいときは、それはそのモデルを提供する側と が、えー、とライセンスを決めるので、まあ、もしかしたら MIT とか,、えー、となんていうか使って無難なライセンスではなくて、えー、とその所用利用負荷とかのライセンスになる可能性があるので、えー、とそういうのを、えー、とクリアしたい。あとはその、まあ、もちろん自分でイメージネットみたいに、えー、とまたはそのス,テステーブルディフュージョンを学習するような、えー、と大規模な数億枚に及ぶ 大規模な画像データセットを自分でお金と時間をかけて集めるのもできるんですけど、できるだけこういうコストを省きたいというモチベーションがあります。で一方で、まあ、単純に学習的なモチベーションは、えっと、ケアアクションモデルの学習プロセスの解明と、えっと、その自然画像ではないその人工的な画像でどこまでニューあの深層ニューラルネットワークが特徴量抽出ができるのかの解明。 は、えーとまあ、さらに、えー、と深く言うと、その深層ニューラルネットワークがまだ、えー、と分,か分かってない、まあ、性質がいろいろあるので、そういう、えー、と最終的にはその深層ニューラルネットワークの性質の解明につながると思います。で、えっ、ー、と、前回の内容を軽く、えー、紹介すると、まあ、前回はここで、えー、見せられている、その白黒のこういった画像、まあ、フラクタル DB。 系のものもは、えー、と数式フラクタルという数学的な構造を使って数式に従って生成された画像のみを使ってで、えー、と事前学習して最終的にはそのイメージネットと事前学習イメージネットで事前学習した、えー、とモデルとま匹敵するような半、えー、化性能を持つ画像認識モデルを学習するということです。まあ、前回はその数式で主にま数式 フラクタルか、まあ、カウントアとかで生成するので、えっと、画像にラベルをつけることができます、まあ。例えばこの数式で生成された、えっと、画像群を、えっと、ラベル1で2番目の数式で生成された画像群をラベル2といった具合で、えっと、ラベルつけることができます。一方で、えっと、今回は、えっと、さ,さらに、えっとそのまあ、延長線上にある論文を2本紹介します。で先週と違うのが、えっと 数式だけではなくて、まあ、いろんな生成手法を探索します。で、えー、と先週の数式を使って簡単にラベルをつけることができなくなるので、で、えーとまあ、最近、まあ、研究でも流行っているその対象学習、ラベルなしで特徴量学習する手法も、えー、と実験しました。で、えーと、見た目の違いは主に、まあ、今回の日本の論文は、まあ、カラフルな画像を扱うことが <laughs> えとメインです。 でえーとまあ、この同じグループで2年連続で n e w リ i p s という会議に、えー、と通っています。n e w リ i p s は、えー、と大体年末に、えー、とやる会議なので、えー、と2022年の n e w リ i p s は、まあ、ちょうど1か月前の、えー、と去年の12月で、えー、と発表されたばかりですで。まずはその1本目から見ていきます。 えっと、探索範囲が広いというか、まあ、実験レポートみたいな感じで,で、ここで示されたように、ここ大体行は5行あるので、えっとまあ、行ごとに1つの生成処方を、えっと、使ってますので、全部で5つの生成処方で、どのぐらいの性能が出るのかを、えっと、探索しましたで。具体的に見ると、えっと、まず1行目は、まあ、法則に従って生成する。 これはその法則なので、まあ、数式も含まれるので、えー、とフラクタルとかも、えー、とこの種類になります。例えばその、まあ、1行目だけ見ると、まあ、左上のフラクタルで、えー、と生成された画像とか、まあ、普通に CG ですね。CG でレンダリングされた画像とか、まあ、あとはそのマイクラのスクショとかも、えー、とあります。こういったその、まあ、フラクタル DB は えと先ほど言ったように、まあ、ラベルを振ることはできますけど、えーとまあ、マイクラのノスクショとかは、まあ、ラベル振るのはちょっと強引に振るのはできるんですけど、まあ、みんなが納得するような振り方はできないので、まあ、ラベルなし画像としか扱えないです。で、えー、と2番目は、まあ、CG 分野で、えー、とよく使われるモデルと言われているそのデッドリューブズというものを、えー、と使っています。で三番目の、えー 画像生成は、統計的で、えー、とそのスペクタルと,、えー、とウェブレットといった、えー、となんていうか、そのレアル画像は、えー、とこういう性質があるので、えーとこ、こういうレアル画像の性質に似ているように、えー、と人工画像を生成するといった手法になります。で、テ、えーまあ、ッドリウズというのは、そのランダムにそういう、えー、と図形を生成してで、えー、と画面を なんていうか覆うよで、3番目はそのなんか統計的な性質が死ぬなどに似ているような、まあうん、よくわからない画像を生成しています。で、4番目はそのスタイルガインという、まあ、生成モデルを初期値かなんかで、えー、と初期化してで、そこからノイズを入れていろいろ生成させています。で、えっ、ー、と、まあ、最後はそのレズネット5 0 でえーとまあ、特徴量の可視化というのは CNN とかのモデルは、えー、とどういうその特徴量抽出を学習できたのかを、えー、と何とか研究するためのまあ一手法で,で今回はまあ単純にそのランダムな画像を、えー、と大量に生成したいので、まあ、これも一手法としてでとりあえずそのランダムに生成された ResNet50、えー、からこういった画像を抽出することができます。 でこの5つの手法でとりあえず大量に、まあ、ランダムな画像を生成できます。で、えー、と具体的にこういった画像で、えー、と事前学習すると最終的にどういう性能になるのかを比較したところは、えーとまあ、結論的に言うと、まあ、スタイルガンの方が一番性能が良かったです。で、ここの、えーとまあ、縦軸は事前学習した後の、まあ、イメージネットでの、えー、と線形分類の性能になります。で、えっ、ー、と、 まあ黒いのはベースラインです。左の黒,黒い、えー、と縦の棒は、まあ、ランダムとかの、えーとまあ、ベースラインで、で右の方は実際そのライセンスがついている、えー、画像を使ったその事前学習の性能ですで。イメージネットで学習した場合はもちろん性能が一番よくて、まあ、60を超えていますで。それに比べて、えー、と先週あたり紹介、あ先週というか先月ですね、先月紹介したフラクタル DB というのは、まあ、ここの赤い ここの赤い棒なんですけど、それに比べて、でえー、と他の手法とかは全然、えー、と性能が良かったです。で今回の学習は、まあえー、とラベルないものもあるので、まあ、対象学習の損失の一種であるそのインフォ NCE というロスを使ってで、モデル自体はそんなに複雑じゃなくて、アレックスネットというやや古いモデルを使っています。 で実際にその事前学習した、えっと、モデルは本当にその意味のある特徴量を学習できるのかという、えっと、問題に対して著者はこういったそのそれぞれのデータで学習したモデルの特徴量抽出の、えっと、可視化をしたところ、まあ、大体、えっと、意味のある抽出はできています。なので、えっと、例えばそのスタイルギャンとかの、えっと、なんかもやもやした 画像ここの4行目はもやもやした画像で学習したところでもこうやって、えっと、右あたりのスタイルギャンでなんかその、えっと、もやもやではない特徴量が抽出できているということが分かりましたはいえっとまあ少しえっとアプラーションスタディもやってたんですけどまあその左と右の図っていうと そのアキュラシーというのは、まあ、黒いのはベースラインなんですけど、でえー、っと左はその、えー、RGB ではなくて LAB 空間の、まあ、色の空間の距離、で右はそのバリエーションでどのぐらい画像内あの1枚の画像内でバリエーションを持つというのはだいたい傾向がありますで。一方で真ん中の方はその統計的性質は、アルファはそのウェブレートの 係数でそれについてはあんまりそうがないということが分かりました。なので、まあ、見た目の多様性は、えーとまあ、一番大事であることが分かりましたで。それについて、えー、とそれに続いて、でえー、その同じ著者のグループが、えー、と去年にまたそのフォローアップの論文を、えー、と書きました。で 先ほど紹介したのは5つの生成手法がありまして、で、えー、具体的に、そのどういった画像を生成すれば性能が良いのかを、まあ、生成プロセスを丁寧にパラメータをチューニングする必要があるので、でその点においては、まあ、えー、フリーである。で、今回、その新しい論文は、まあ、そういった生成プロセスの丁寧に考えずに、まあ、とりあえず、その OpenGL という、えっ、ー、と、自分はあまりよくわかってないんですけど、その、 まあレンダリングの、えー、とライブラリの一つで,でそれその、そのライブラリで書かれている短いコードが、まあ、ネット上に大量にあるのでそれ、とりあえずそれを大量に集めて、で並列で画像を生成して、でそのあんまり考えずに、まあ、こうやって生成できた画像で画像認識モデルを学習するという、えー、とアプローチも有効であることが、えー、とこの論文が主張しています。 はい。えー、OpenGL っていうのはどういうものなのかは、まあ、左上のこの、えー、と少し上に、えー、とあります。えーまあ、C のライブラリーかなと思ってて、えーとまあ、こうやってか,かなりコンパクトに書かれているものが、えーと、それをレンダリングすると、まあ、下のような、えー、と画像を生成することができます。でこっちは GPU を使ってレンダリングできて、で並列化が簡単にできるということになります。で、えーと、今回はこういったプログラムは、えー、とネット上から大量に集めてきて、えー、と 2, 2万1000個集めてきてで、とりあえずこれを使っていろいろ画像を生成さ,れさせたら、前回のスタイルガンよりも性能が良い、えー、と画像認識モデルが作れました。 データ収集のプロセスについては、まあ、この OpenGL の短いプログラムは、えーとまあ、主に2種類、えー、と集められてて、Twitter、まあ、から集められるものは、えー、とコードが短くて、えーとまあ、より複雑な画像を生成できます。で、一方でシェ a トイというデータ、あのウェブサイトは、まあ、主に初心者が、えー、と書いてあるコードが多いみたいな感じで、でコードが長いけど、その、 あまり複雑な画像を生成できないということになります。数的には Twitter の方は質の高い OpenGL のコードは少なくて、1000個、えー、ぐらいしかなくて。でえー、と一方で、えー、とシェーダートイの方は数が多いので、こうやって Twitter のみのデータセット 1K と両方合わせたデータセット 21K というネーミングを著者がしました。でえー、と今回はその まあ、フラクタル DB みたいな感じで、でこのコードから、まあ、この画像群を生成できますので、こうやってそのコードの番号で、えっと、ラベル付けすることができます。なので、今回は、えっと、その対象学習のみではなくて、普通に、えっと、教室きの、えっと、学習もできます。なので、聴、えっと、者はその主に3種類の、えっと、ロスを使って学習しました。 普通の教室企画書はクローセントロピー、この赤い点です。ここの赤い,赤い点はそのシェーダーの数、要するにクラスの数が増えると性能が落ちてしまう現象が観測されました。であんまりその1万以上とか2万クラスの分類タスクをやる人が少ないので、これはここにすごい貴重な知見かなとは思いました。で一方で、 でクローセントロピーは落ちるんですけどその対象学習はだ、えー、いうかそのシェーダー数が増えるとその性能も増えるという傾向を保た,保てる、えー、と保たれているので,で、こういった問題性ってもし実際、えーとまあ、現実問題としては多分データ分類としてクラス数が多いときは、まあ、クローセントロピーはもし性能が良くなかったら、まあ 対象学習とか教室付き対象学習もまあ試した方がいいかなとは思いました。で、えーとまあ、大規模な対象学習については、えー、とここも特にその、まあ、アンダーバーついてるのはベースラインで、えー、とプレス305、えー、と,とか。で、えーと、それに対して、えー、とここは、まあ、全体的にこの手法が性能が良いかというと、えー、とむしろそのミックスアップの データファクションがすごく効いてるということが、えー、と読めるんじゃないかなと思いました。で、普通に 21K を使っても、そんなに性能が良、えー、くないに対して、1K だけでミックスアップをつけることで、えー、とミックスアップない場合よりも、まあ、飛躍的な性能向上があるし、で普通に 21K そのままよりも性能が良いということが分かりました。なので、ミックスアップはすごく、まあ、えっ、ー、と、 プラクティクルでもまあ役に立つ処方かなと思いました。で、えー、っと、じゃあ実際、そのシェーダーはまあ集められたとして、いろいろその、えー、っと、えー、なんていうか、曲跡が混在しているので、どうやって選べばいいのかというのを軽くその著者が調べました。で、調べ方としては、 そのシェーダーからまあシード値を書いて、ほぼ無限に画像を生成できますので、それぞれのシェーダーでえーと大量の画像を生成させて学習、そのシェーダーだけの画像を学習して、性能を測りました。で、1K と 21K それぞれ相当したら、左から見ると、白黒の、ほぼ白黒のなんかフラクタル DB に近いものだけで学習すると、性能が6%に対して、 で右に行くほどそのカラフルでより複雑な画像を生成できるシェーダーについてはさら、えっと、に性能が上がることが分かりました。なので、えっとまあ、当たり前かもしれないですけど、まあ、実験的にもそのこうやって見た目の多様性を持つシェーダーを集中的に選んだ方が最終的な性能が良いことが実験で分かりました。 まとめのページを作ってなかったんですけど、まあ、今回はそのライセンスを気にせずに、まあ、要するに大量の画,あの画像を生成して、えーと、性能の良い画像認識モデルの、えーとまあ、論文について、えー、と紹介しました、はい。以上になります